はい、以前にねバブルテントでグランピングをした時のショートトリップ動画あげたんですけれども、これにかなりの反響がありまして、一体あそこはどこなんだと、もうちょっとバブルテントのことについて教えてくれというメッセージをたくさんいただきました。なので今日はその辺についてね、話したいと思います。まずグランピングとは何かというところを知らない人のために簡単にだけ説明しておきます。これグラマラスとキャンピングを合わせた造語です。つまり豪華なキャンプってことやね。キャンプの醍醐味である自然を楽しむのはもちろんなんやけど、自分でテントを持ってきたりとか立てたりとかする必要もなくって、超おしゃれなベッドとか設備がそこでもう用意されてある。これがグランピングです。日本でも結構流行っとったりするみたいだね。そしてこのバブルテントもグランピングに分類されます。でもその自然の壮大さが日本の火じゃない、世界で2番目に大きいと言われる渓谷の上に透明のバブルがちょこっとあります。透明ってとこがまた素敵っしょ。ほんと周りには何もないんよ。ただ自分たちとたまに出てくる動物たちだけ。夜の星空とかもう空一面に星がブワーって張り付いとるような感じ、マジで感動します。でそんなバブルテントなんやけど、行ってみたい人いますよね。まず場所なんやけど、正確な住所は非公開です。秘密にされるとまた知りたい欲が湧いてくるやろ。大雑把に言うとシドニーから200キロ外、マドジーとリス号っていう町の間ぐらいにあります。俺たちはゴールドコーストから行ったんで2日かけてそこまで行きました。途中の町もね、見どころがたくさんあったけん時間的には足りんやったぐらいやね。そう、完全に場所は非公開なんで、予約した人だけに送られてくる地図をもとに自分たちで行かないといけない。本当にもう宝探しの地図じゃないけど、そんな感じでドキドキしながらね現地へ向かうという感じやね。まあこれも旅の醍醐味やね。でこのバブルテントなんですが、利用者にいくつかの制限があります。まず大人限定です。残念やけど赤ちゃんとか子供のいるファミリーの人たちとかは行くことができません。そしてペットも NG、 タバコを吸う人も NG です。バブルは全部で3つあって、バーゴ、キャンサー、レオという名前がついてます。これ星座の名前なんよね。これもまたセンスあるでしょ。全部がおしゃれだよね。なんか説明書きとかの文章とかも送られてくるんやけど、言葉選びのねセンスがあったりとか、一つ一つの小物がおしゃれやったりとか、バブルのロゴが可愛かったりとか、一度行けばファンになること間違いなしやね。でその3つのバブルなんやけど、それぞれにねバスタブとか、ハンモックとかブランコとかね特徴があって、自分で好きなものを選ぶという感じやね。当然他のバブルとはかなり場所が離れとうけん、自分たちのプライベートを邪魔されることはありません。ちなみに俺たちが泊まったのはレオです。バブルテントの設備なんやけど、ほとんどのものは揃ってますね。クッキング用品とかもあるし、薪とかもあるし、冷蔵庫もあるし、まあ自分たちの食べ物と飲み物くらいかな。防寒具ね、防寒具が必要やね、寒くなるけど。俺たちが持ってった持ち物はブログの方に書いとるんで見てもらえればわかると思います。グランピングとは言ってもここは大自然のど真ん中やけんね。電気とかコンセントとかはないよ。あるのはちっちゃい USB ぐらい。やけん日本みたいに設備のめちゃくちゃ整ったグランピングを想像しとったらいかんよ。ここバブルテントの一番すごいところ、贅沢なところは絶景のロケーションやけんね。何かが足りんけんって気軽に買いに行けるようなお店も近くにはないし、自然のど真ん中に行くと思ってくださいね。まあやけんグランピングとは言ってもある程度キャンプ慣れしとう方がいいと思う。きちんとね自然というものをね受け入れられる人じゃないと向いてないと思いますよ。はい、でここね車で行くしか方法ないんですけど、シドニーとかからやったら3時間4時間ぐらいで着くんじゃないかな。もう俺の感覚からしたらめっちゃ近いよね、3時間4時間で着けるってね。俺ゴールドコーストから2日かけて行ったけどね。でバブルまでの道のりはオフロードで結構デコボコ道があります。俺たちは普通乗用車で行って何の問題もなかったけど、一応 4WD をおすすめされてます。はい、バブルテントのことね、なんだこれって思っとったと思うけど、簡単に説明するとこのようなグランピングでございます。はい、で今すぐ行きたいって思った人おるやろ。でもね残念ながら多分それは叶わんと思うよ。このバブルテント超人気すぎて予約がすぐにいっぱいになります。
俺たちも半年前ぐらいに予約をなんとかできて、でも半年ぐらい待ってようやく行ったんよね。なので一番難しいのは予約を取ることかもしれんね。で今回俺が話したバブルテントのことなんやけど、本当にこれはほんの一部でしかありませんからね。でこれからね自分で調べたりすると思うけど、予約状況を確認するのも英語やし、大事な説明文とかお知らせとかも全部英語でのやり取りになります。なのできちんとそこが理解できる必要はあると思います。英語がわからんけんって俺に聞いてくるのはやめてくださいね。はい、てなわけでね、バブルテントの大ファンになってしまったウエピーなんですけれども、みんなにもこの最高のねグランピング体験してほしいなって思っております。ただね、マナー違反の人とかがねこれから出てきてしまったりすると非常に嫌なんで、きちんと英語が理解できる人、キャンプとは何ぞやと分かっている人に、行ってほしいなと思っております。本当にもっとね細かく知りたいって人は概要欄にきちんとバブルテントのリンクを貼ってますんで、そこに直接問い合わせてくださいね。それでは皆さん良い旅を。